らのコーナーはですね NBC の、コーナーということでやっていきます。まず最初にですね簡単に資機材の展示そして簡単な訓練展示の方を行っていきたいと思います。まず最初にですね NBC これの用語説明ということで、やらせていただきます。まず N これは何だろうということで、ニュークリア核物質で B バイオロジカル、生物剤 C、これケミカル、化学剤ということになります。まあ、これらに起因する災害を我々消防職員 NBC 災害と言っておりまして岡山市の場合はですね南消防署にそれらに対応する資機材を保有しておりますので、南消防署が NBC 災害に対する対処業務の方に、当たっております。それでは簡単に、機械の方を説明したいと思います。まず最初に N 式材 N の対応式材、今日持ってきているのはこれ、表面汚染を、測定する機械、まあ、例えば要救助者の方がですね、放射性物質が付着して、どれぐらいの放射性物質が付着しているかどの部分に付着しているかというのがこれで分かるようになっております。他に N 式材としましては、空間中にですねどのような放射線、まあいろいろありますけどアルファ線、ベータ線、X 線、ガンマ線、中性線いろいろな放射線がありますが、それがどれぐらい出ているかというのを測定する機械、また我々消防職員がやむを得ずそういう活動下で、放射線活動下で作業する場合、どれぐらいの量累計でですね被爆したかということが分かる、ポケット線量計という式材等も保有しております。まあ、代表的な式材がですね NC 機材は、そういったものが配備されています。次に B 式材生物剤に対する、式材の方を説明したいと思います。岡山市の場合はですね天然痘ですとか、同時多発テロの後にアメリカでありました白い粉事件で代表されます炭疽菌ですとか、そういった、生物剤を検知できる式材を9種類の生物剤を簡易的なんですが検知できる式材を保有しています。まず最初にこれがテストストリップスという式材でして、これ使い方はですね、まあ簡単です。例えば白い粉がありますとそれを、綿棒のようなもので採取しまして、バイアルというプラスチックの小さな入れ物に入れます。そしてバッファー液というのを入れましてそれで粉を溶かします。で上澄み液をこのスポイドを使いましてこのテストストリップスの丸いところに5滴ほど垂らします。そして、このテストストリップス炭疽菌に対応するテストストリップスで、これで陽性反応が出ましたらこの白い粉は炭疽菌なんだなというのが分かるようになっています。でこちらにありますラピッドバイオアラートという式材は、ここにありますがこのようにこのテストストリップスを入れてですねこれで入れて、起動させましてそうすると、機械がですね陽性か陰性かというのを判断してくれるそういう機械になります。でこちらにありますのが、バイオキャプチャー650という機械、これどういったものかと言いますと、大気中浮遊している生物剤をですねこれ掃除機みたいなものと思っていただいて結構です。それで吸引しまして、採取してくれるそういった機械になります。で次にですね、C 式材ということで、まずここにありますのが携帯型の化学剤検知器になります。こちらがケミプロ100、こちらが LCD3.3 という機械になります。これどういったものかと申しますと、中に入っている放射性物質とプラズマ等によってですね吸引したガスをイオン化します、バラバラにします。そして一定距離間の到達速度でですねこの吸引したガスがどういった化学剤であるかというのをこの機械が判断してくれる。そして、その、化学物質の名前、あとは濃度、まあ、危険性をですねこの機械が判断して我々消防職員に教えてくれるそういった機械になります。次はですねこれドレーゲルというもの、ドレーゲルの検知管というものになります。これがアキュロポンプで、こちらに刺さっているのが、ガラス管になります。岡山市の場合はですね、約20種類の化学剤に対応できるガラス管の方を保有しています。使い方はですねガラス管の先にあるこのとんがった部分を2箇所折りまして、このように、アキュロポンプにつけましてこう握ってやると、そうすると大気中のガスを吸引してくれます。それで
対応するガスでありますと、この色が変色して濃度が分かると、そういったものになります。次にですね、化学剤のこれ検知紙になります。これどういったものかと申しますと、シール状になっておりまして、長い棒の先とかにですね、これをつけまして、液体もしくはミスト状、霧状のですね、化学剤に直接つけます。すると、サリン、ソマン、タブン等の神経剤ですと、この紙がですね、黄色に変色します。そしてマスタード等のヴィラン剤ですと赤色に変色します。そして VX ガスでありますと、暗い緑もしくは暗い青色に変色してくれます。で、瞬時にですね、我々に、危険度、危険ということを教えてくれる、そういった優れたスピーダーになります。で、化学剤というのはもう100万種類ぐらいありますんで、非常に特定するのが非常に困難です。ですから我々消防職員はこういった機械をですね、複合的に使用して、簡易ではありますけど、危険性を判断して、どういった化学物質であるかというのを判断するようにやっております。では続いて訓練定時の方へ、行きたいと思います。ちょっとコーンを後ろへ下げますので、ちょっと移動の方よろしくお願いします。